こんばんは、福島恵美です。今日の熊本市政だよりテレビ版は健康づくり推進課からのお知らせです。10月はピンクリボン月間です。ピンクリボンとは乳がんの正しい知識の普及や乳がん検診の早期受診を推奨することを目的として行われる世界規模な啓発活動のシンボルマークです。日本人女性の11人に1人が乳がんにかかると言われ、今や40歳代50歳代の日本人女性が最もかかりやすいがんとなっています。肥満、家族に乳がんになった人がいる、出産経験がない、初産が30歳代以上、処刑年齢が早い、以上の項目でチェックの数が多いほど乳がんのリスクは高まります。しかし乳がんは自分で発見できる数少ないがんです。早期に発見して治療を行えば治る可能性が非常に高くなります。早期発見のため定期的に乳がん検診を受診することと、月1回の自己検診を行うことが大切です。自己検診では触ってしこりの有無をチェックする触診と、目で見てくぼみや分泌液を確認する視診を行ってください。また熊本市でも乳がん検診を実施しています。対象は熊本市に住民票がある、職場で同様の検診を受ける機会がない、平成30年3月31日時点の年齢が40歳以上で偶数年齢以上の条件を満たす女性です。検診は医師の視触診と乳腺 X 線検査です。自己負担金は40歳代で1500円、50歳以上で1100円です。生活保護を受給中の方や市民税非課税世帯の方は自己負担金が免除されます。証明書をご提示ください。また今年4月1日時点で40歳の女性には乳がん検診無料クーポン券を送付しています。有効期限は来年2月28日です。早めの受診をお願いします。詳しくは熊本市のホームページをご覧になるか、熊本市健康づくり推進課までお問い合わせください。熊本市政だよりテレビ版、次回の放送は27日です。ぜひご覧ください。